2013年夏、世界ナンバーワンクラブ FC バルセロナの下部組織インファンテル B が来日した。今年初開催のアンダー12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2013を戦うために、このチームには2年前に日本からバルセロナに入団した久保建英選手が在籍している。それだけに会場となったヴェルディグラウンドには多くの報道陣と2000人を超える観客が集まった。バルセロナのグループリーグ最初の相手は地元東京ヴェルディジュニア。バルサは乗っていたバスが渋滞に巻き込まれ、ほとんどウォーミングアップなしの初戦。しかし前半1分、左サイドをえぐったニコ選手から注目の久保選手が先制ゴール。バルサはトップチームと同じ 4-3-3 のフォーメーションで次々とヴェルディゴールに襲いかかる。前半23分には久保選手からアドリア・ベルナベ選手、アンスー選手がつないでロジェール選手。後半8分にはアンスー選手からコンラッド選手の折り返しにミゲル・アンヘル選手。このあとさらに1点を加えてゲームは4-0、バルサ初戦を圧勝。Muy brevemente, hay un pilar fundamental que para nosotros es muy importante, tener el balón, disponer de él el máximo tiempo posible, es lo que intentamos. Si tenemos el balón, pues nos la pasamos entre nosotros, nos divertimos entre nosotros, y cuando esto no pasa, pues nos enfadamos y queremos volver a recuperarlo. Por eso nos veis presionando cuando la perdemos, todos un poco como locos, para intentar volver a tenerla y así poder atacar. Grupo League 第2戦の相手はセレッソ大阪 U12。 前半14分、ディフェンスの裏を取ったのはアンスー選手、ヒールパスを受け取ったのは久保選手。2ゲーム連続の先制ゴールで久保選手は大活躍。バルセロナ久保選手のゴールで先制です。ディフェンスラインを高く保つセレッソに対してバルサはその裏をついて攻め込んでいく。前半17分にはアンスー選手が追加点、その2分後にはギジェム選手が高速ドリブルでディフェンスラインを突破。シュートのクリアボールを拾ったのはアンスー選手。ディフェンスラインを翻弄して3点目。後半さらに2点を追加したバルセロナ、2連勝で B グループトップをキープ。だけ、sabe asociarse, tiene desequilibrio. En el primer equipo tenemos jugadores tipo Iniesta, tipo Pedro, cuando juegan la banda.Son jugadores que son capaces de hacer las dos cosas. Pues esperemos que también Taque pues tenga su personalidad y sea Taque, no sea otro jugador. Pero creo que estos son los perfiles que más se puede adecuar a él. 第3戦の相手はベガルタ仙台ジュニア。グループリーグ突破が決まっているバルセロナは前半主力を温存。しかしゲームは怒涛のゴールラッシュ。前半7分、ミゲル・アンヘル選手が先制ゴールを奪うと次々とゴールを奪っていく。前半18分にはニルズ選手のシュートのこぼれ球にミゲル・アンヘル選手が詰める。さらに1点を追加して3点差で前半を折り返すと、後半はさらに貪欲にゴールを狙う。彼らはピッチの上では絶対に手を抜かない、緩めない。いくら点差が開いてもひたすらゴールを目指す。おそらく12歳の彼らは知っているのだろう。世界中から集められた才能ひしめく世界一の育成組織では、ただひたすらにプレーを続けることでしか未来は開かないのだと。このゲーム後半から登場した久保選手はいつものサイドではなく中央でプレー。後半12分、ポストプレーからアドリア・ベルナベ選手のゴールを演出してみせた。
結果は8対1。バルセロナは3連勝でグループ B をトップ通過。2位には東京ヴェルディジュニアが入った。大会3日目、決勝トーナメント第1戦は東京 U12 と対戦。前線からのハードプレッシャーをかける東京 U12 に対してバルセロナはダイレクトプレーで厚い壁を突き抜ける。前半3分、アドリア・ベルナベ選手のパスを受けてアンスー選手が先制ゴール。この日の久保選手は左サイドでプレーをするも時折苦しそうな表情。前半10分、体調不良によりベンチへ下がる。前半13分にはこの大会で調子を上げてきたアンスー選手がパスカットから2点目を奪う。このアンスマネーファティはまだ10歳。そして今シーズンエスパニョールから移籍、アドリア・ベルナベ選手のクロスからカピタンエリック。連日気温は30度を超えて選手の気力体力を奪っていく中、3点を奪ってバルセロナ準決勝進出。準決勝の相手は開幕戦で対戦した東京ヴェルディジュニア。前日体調不良で途中交代となった久保選手も元気に出場。前半ヴェルディの奮闘もあってスコアレスで折り返す。後半大幅に選手を入れ替えたバルセロナ。7分、アンスー選手がアドリア・ベルナベ選手とのワンツーで中央突破、先制。後半12分にはアンスー選手のクロスからコンラッド選手がジャンピングヘッド、2点差とする。後半16分、アンスー選手のスルーパスからギジェム選手のクロス、最後はコンラッド選手のゴールで3対0。炎天下、初戦の負けを取り返すべく真っ向勝負を挑んだ東京ヴェルディジュニア。しかしバルセロナのパスサッカーの前に健闘むなしく敗れ去った。バルセロナは決勝進出。今日なんか本当特に後半20番と21番が出てきたあたりからもう本当にもう全然前半と違ったサッカーになったので、ああいう、まあ、裏本当に針の穴を通すようなスルーパス出してくるし、取りに行っても簡単にやられるし、やっぱり後半はそういうところで体力もやっぱ使われたっていうのはありますね。やっぱりすごい上手だなと思いました。炎天下4日間で12チームが死闘を繰り広げたアンダー12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2013。決勝は共に無敗のリバプール FC と FC バルセロナ、ヨーロッパのチーム同士の対決となった。先制はバルセロナ。前半15分、ニコ選手のパスを受けた久保選手がサイドをえぐり込む。オウンゴールを呼び込んだ。後半3分にはアモール選手のコーナーキックからエリック選手がつないでアンスー選手、2対0。しかしこのゲームは一段ギアが上がったようなトップチーム顔負けのハードな戦いとなった。球際の厳しさが増していく。後半17分、アドリア・ベルナベ選手が独特なリズムのドリブルで切り込んでいく。 PK を獲得。この PK を自ら蹴り込んでバルセロナが3点をリード。そして後半23分、ニルズ選手が強力なドリブルで突進する。このあとさらに追加点を奪ったバルセロナ、5対0でリバプールに完勝。アンダー12ジュニアサッカーワールドチャレンジの初代王者に輝いた。バルセロナの少年たちが見せてくれたプレーは日本のサッカー少年たちに
大きな影響を与えた。しかしそんな彼らも将来トップに上がるためにはまだ厳しい戦いを勝ち抜かなければならない。こんにちは。